やがてよい、かの殿にとおぼしもうけたるを、かねては許されあるまじきにより、漏らし聞こえたまわで、にわかに糸乱り,り風の悩ましきを、心すきところに打ち休みはべらんほど、よそよそにては糸おぼつかなくはべらんを、とおいらかに申しないたまいて、 やがて私立政を父おとどにわかなるを儀式なきようにやとおぼせどあながちに裁かりのことをいい妨げんも人の心置くべしとおぼせばともかくももとより次第ならぬ人のおんことなればとぞ聞こえたまいけるでその後その世は そのまま今宵かの殿に今晩は自分の屋敷に宮廷から引き下がってきて自分の屋敷にとおぼしもうけたるをかねてお心準備をなさっていたが。 かねては許されまじきによりて前もってそれは許されるはずもないからしてそのことを前もって言うと 源氏の君がそれはお許しになるはずもないからしてで、えー、ふっつりとおっしゃることもなくって外へおもらしになることもしないででにわかに糸乱り風の悩ましきを心やすきところに打ちは休みはべらんほど 予想組織にては意図おぼつかなくはべらんを急に体操具合が気分が悪くなって風邪をひいた様子が。 大層苦しい状態でありますのを少しくつろぐことのできるところで休もうと思いますがよそよそのところでは非常に 唐突に過ぎておぼつかなく思われますからとほっとりとお申しなしなさってそのまま「私て祭りたもう」。 自分の屋敷へ姫をお移し申しなさる。まあそれを知って父の弟は「にわかなるを儀式なきようにや」とおぼせど。 いかにも唐突であるのを儀式なきよう格式のない扱い方だとお思いになったけれどもあながちにその程度のことをことごとしく言いなして 妨害することも人の心を置くべしとおぼせは人は大小ですね大小が気にするだろうとお思いになるからしてまあ心心を抑えてともかくももとより次第ならぬ人の恩ことなれば まあどうあろうととにもかくにもまあしょうがないもともと俺の心には俺の心ではままならぬ人の本ことだからしてさ これはもとより次第ならぬ人の御ことと言ってるのは現状を意識して言ってるわけですね。もともとあの人についてはあの姫については俺の心ではどうにもならない人の心が働いていることだからしてさっと申しなされている。